コーガロットシリーズの中核をなすスタンダードモデルコーガ MX が発売となります。このシリーズなんですけれども、コーガ EX やコーガエアーのような上位機種に搭載されているテクノロジー、こちらを惜しげもなく投入したスタンダードモデルとなります。本当にハイコストパフォーマンスのシリーズですね。例えば高感度のメタルトップであるとか、ぶちまげ食い込み抜群のスリルゲームメガトップですね、こういったテクノロジーがスタンダードモデルに入っているというところ、非常にメリットのあるアイテムかなというふうに思います。またですね、こういったワンアンドハーフと言われる構造を採用しております。穂先に関しては非常に径が細くて、平ら刃のね食い込みに優れたような、メリットを生かして、逆にチューブラーに、このバットの部分のチューブラーに関してはこう径がある程度あるので、パワーが生きてくる、弱く食い込むパーツとしっかりとこう起こしてきて体を浮かせるような、それぞれの仕事ができるような構造になっているという、こうワンアンドハーフという、まああの上位機種なんかはねバットジョイントなんか使ってるんですけども、これに関しては唯一無二の調子を実現できているんじゃないかなというふうに思います。またですね、リールシート、こちらあの中井テスターと作り込んでいったエアセンサーシートのショートトリガーという、平刃専用のリールシートを使っていますけれども、持ち方のね自由度が高くて、終日平刃で釣りをしても手が痛くなりづらい、そんな平刃における非常にメリットのあるリールシートを採用しております。さっき言ったねメタルトップかスリルゲーム、そういったテクノロジーに加えてリールシートも上位機種と並ぶような、そんなスタンダードモデルとなります。ラインナップに関しては12種類で発売となります。まず、メインのシリーズであるノセですね。ノセに関しては高感度のメタルトップのモデル、そしてぶちまげできるスリルゲームモデルですね。さらにフッキングに重きを置いた掛け調子、ディープとかドテラ流しに相性のいい電動モデル、そしてスピニングモデルにおいてはキャスティング、浅場でね活躍します、キャスティングモデル、そしてタイジグ、対応したタイジグモデルも発売となります。本当にデザインもかっこよく仕上がりました。テクノロジーも満載です。全国日本中にタイラバフィールド広がってると思うんですけれども、皆さんが行かれるエリアに合う一本が見つかるラインナップになっていると思います。ぜひチェックしてみてください。